します。え、嬉しい。お試しなのでちょっとあと何分配信できるかとわからないのでゲリラでやっちゃいました。初めてです、ソラジオ初めてなんです、実は。え、嬉しい。なんでこんなに、なみんなすごいね。そうなんです、よろしくお願いします。嬉しい、ソラジオなんです。というか、まあ、なんであのちょっとの時間配信できてなかったかというと、理由があって、もうみんなマジ心配しないでほしいんですけど、皆さん粉瘤ってご存知ですか？粉瘤って知ってます？まあ、肌にできる出来物みたいなものなんですけど、実はそれがまあ私の眉毛の下にできちゃったんですよ。で、その粉瘤って治すには手術とかしか、手術しか選択肢がないんですね。そうで、1ヶ月以上前、もう1ヶ月半ぐらい前に粉瘤ができて、でもその時私ニキビだと思ってて、すごいちっちゃいし、なんかちっちゃいニキビができたんだなっていう感覚でいたら、1ヶ月経っても治んなくておかしいなって思って、でも痛みないんですよ。で、ほんと生誕祭の前日になって皮膚科に行ったんですよ。そしたら、ああ粉瘤ですねって言われて、で、その手術するしか選択肢ないんですけど、でも粉瘤の手術ってマジ15分で終わるんですよ。だから、じゃあ今日取っちゃいますって言われて、でもいや私明日生誕で、急にガーゼつけてる、つけたらもうびっくりじゃん私が。七子どうしたってなるじゃん、生誕祭で私が急にガーゼつけて登場したら目の上に。だからちょっと今は無理ですってなって、あ、そんなあれです、粉瘤の手術はマジで本当大したことないって言ったらあれですけれど、本当ちょっと取るぐらいなので、本当15分で終わるし入院もしないしって感じで、で、そうなんですよ、生誕の次の日に実は撮ったんですよ、それを。あ、ほんと超ちっちゃい塊なんですけど、もう見てたらわからないんだけど、触ったらわかるぐらいで、でもいつ大きくなるかわからないから、そうで、一応1週間ガーゼつけなきゃいけなくて、抜歯を1週間後にしてっていうスケジューリングで、で、私まあ写真とかだとね、加工ができるから、まあ、跡とかがあっても別にいいんですけど、やっぱ動画とかだったらちょっと、加工が効かないので、配信お休みしていたっていうのが、まあ、リアルな、あれなんですけど、でも本当に粉瘤はマジどこにでもできるみたいで、よくあることで、もう、大きな病気とかじゃマジないです。本当、ニキビの成長した版みたいな感じなんですけど、そうなんです。だから、それで今はもう抜歯もしてガーゼも取れて、もう今見たらわからない状態で、幸い眉毛と抜歯の糸が、まあ、似てるんですよ。黒だから、抜歯の糸も糸も黒だから、だから正直目立ってはなかったんですけど、まあ一応そうなんですよ。粉瘤頭に、ね、手術したことある。そうなんだ。そう、普通は背中とか首とかにできる人が多いみたい。背中が多いのかな。そう、皮膚が薄いところとかに出ることが多いんですけど、私はよりによって眉毛にできちゃって、そうで、今はもう全然目立たないし、とか大きさもちっちゃかったから取らなくてもいいかなって思ったんですよ、正直。ただまあぶっちゃけこれ大きくなったら、まあ目の上で大きくなっちゃったら笑えないじゃないですか。で、やっぱり1週間人前に出るお仕事がないスケジュールを考えたら、いつできるか分かんない。だからまあもう生誕の次の日にもやっちゃおうって思ってやりましたっていう感じです。でも全然本当にマジ元気だし、全然粉瘤は正直放置する人もいっぱいいて、別に放置しても大きくならなかったら全然問題ないんですけど、
そうそう、でも今は本当にメイクで隠れるし目立ってないし何もわからない状態なので、粉瘤見たね、そう、やこれはあれですね、手術した人ならわかるやつですね、見ました、中のねちょっとキモすぎて何も言えないんだけどそうなんですよ、だからまあでもあのね気をつけてくださいとは言えないんですけど正直そう気をつけてください、まあ、できちゃうもんだから、うん、そうニキビのお仲間です、仲間ではないか、まあ、ニキビの先祖みたいな感じなんですけどわかりやすい言い方ニキビのご先祖様みたいな感じで、だからまあそうなんですよ、で生誕祭がね先日あって、生誕祭のお礼の配信は今度オンライントーク会が日曜日にあるので、その後時間設けてやろうかなって思ってるので、で今日ブログ、ファンクラブのブログで更新したんですけど、今ちょっと新しいことが、新潟での新しいことが3つぐらい動いてるので、皆さん新潟にお住まいの方はちょっとたくさん会いに来てほしいなたくさんでもないか、まあお会いすることが結構ありそうですので、3回ぐらいあるので、そんな、なんか結構スタッフさんが新潟行こうよって言ってくださってて、行こうかってなってて、新潟3往復できるんか、来てくれるのありがとう、新潟以外の方も来てくれたらもちろん嬉しいです、佐渡行きたい、行こうか佐渡行こうか、でも本当に新潟はなんかあのいつも使ってる会場が新潟最寄りっていう会場がね、新潟に来た感じを全くさせない会場で、駅直結なんで観光させないイベントスペースなんで、ちょっと新潟っぽいことしたいよね、でもまあとりあえずは今私の目の前にはカルコメがあるので、カルコメにね向けて頑張りたいなと思ってるんですけど、思ってるんですけど台本が何にも来てないのだからもう頑張りようがなくて、気持ちだけ整えてますそうなの、ラジオこの間生誕参加してななこさんのラジオ聞きたいって思ってた、嬉しいです、ありがとう、嬉しい、大釜暑いよね、暑いのに恋しいのすごいね、キャンドゥ感しかない、わかるよ、埼玉県在住ですか、新潟隣駅みたいなものすごいね、すごい、兄さん忙しい、そう兄さんが忙しいし、なんかそのキララのキャストがスペースやってて、ツイッターのねそれ見てた聞いてたんですけど、なんかメイと庄司メイとゆめちゃんと佐藤遥香ちゃん、佐藤遥の3人でのスペースを聞いたんだけど、メイがなんか前回よりもそのちゃんとやってますとか言っててねえ前回よりもちゃんと稽古やってますみたいな、いや前もやってただろって今回は結構その皆さんやっぱ女優さんだから今回ちゃんとしてるらしい、作品がこの前リコチと仲良くなりました、リコチ会ってないな、ねめちゃめちゃ面白いこと言っていいめちゃめちゃ面白いことって自分で言うのもあれなんだけど、ね、聞いて、ね、あのリコチで思い出したんだけど、STU の工藤リコちゃんいらっしゃるじゃないですか、リコチはもうカルコメのビジュアル撮影を撮ったみたいで、でね、ななこさん私今ビジュアル撮影してるんですけどどんな髪型がいいですかねって LINE 来たの、だからあ今髪型迷ってるのかなと思って、私があじゃあこの髪型はって写真付きで提案したんですよ、そしたらだよ、わかりましたって言って、その1時間後に撮影終わりましたって LINE 来て、写真見たらもう全然提案した髪型ともう全然違うの、かすってもないのよ、いやいやせめてかすらせろって思ってマジ全然違うのねえ、私さ
いや別にね、自分が提案したやつを 100% それにしてとは思ってないよ。ただもう全然違いすぎてあんな勢いよく奈々子さん髪型ちょっと決めてくださいとか言ってたのに、全然違う髪型を彼女してましたそういうとこあるんですよ。よくファンに髪型何がいいって聞くパターンやん確かに。でもファンの方にね、髪型何がいいって聞かれると大抵ポニーテールって言うんですよ大体ね。そう、結局みんななんかツインテールっていう人ももちろん多いけど、ツインテール以上にやっぱポニーテールっていう方が多いね。その髪型をねもう言いたいんだけど、まだビジュアルがね公開されてないので、皆さんビジュアルが公開されてからお楽しみにということで。ゆめちゃんタイプ、ゆめどうだろう。ちなみになんかゆめちゃんとはまあ一回ねご飯行きたいなって思ったの、その稽古が始まってから。そうなの、なんかこうまあもう今だから言いますけど、ゆめちゃんって NGT にいた時から結構なんかお芝居舞台一回チャレンジしてみたいなみたいなことを言ってて、でもやっぱグループにいたらやっぱなかなかこうスケジュールの兼ね合いとかで思うように舞台ができないこともあったりするじゃないですか。だからまあなかなかそのチャンスがゆめちゃんには回ってこなくて、タイミング的にね。でもそのまままあ NGT 辞めちゃって、でまあキララやるってなって、で私が、まあ、スタッフさんにゆめちゃんっていう子がいて、その子はもう、まあ、私はもう引退してると思ってたからそう、まあ、やってくれるか分かんないけどきっと、まあ、オファーが来たら喜ぶと思いますって言ったので、そうかって話になって、でもある程度その時にもうキャスティング決まってたらしくて、あと1人2人欲しいぐらいだったからみたいで、だからちょうどまあね、私もねそれが本当に叶うかどうか、卒業後にやりたいことって言ったのはお芝居ではないと思う、それは違うけど、なんかその在籍中にやりたいって言ってたんだよね、お芝居やってみたかった。でもそれってねなかなかタイミングがなかったから、多分ゆめちゃんもまあ諦めてたと思うんですよ、お芝居やることに対して。ただまあね、私のおせっかい魂でちょっと一回スタッフさんに打診してみるのもありかなって思ってたから。やっぱこうさ、私はちょっと心残りだったことがあって、そのやっぱ長野のメンバー当時は萌ちゃんがいなかったから、私とゆめちゃんとちかなが3人が長野のメンバーでね、ふるさとライブとかメディアに出演させていただいてたけど、やっぱ私が落語やって、その後ちかながすることになって、でその流れで2人が家族の話出たりとかだったから、その私はちょっと3人でできないことがもうゆめちゃんにすごい申し訳ないなって思ってて、申し訳ないというか、なんだろう、私がゆめちゃんの立場だったら寂しいのかなとか思っちゃって。そうだからね、でもそれって私がどうにかできることじゃないから、そうなの。だからゆめちゃんもね、まあ、いつかタイミングが合えば舞台、それはイルミナスに限らずなんだけど、何かこうご縁があったら嬉しいなって思ってて、でちょうどスタッフさんがまああと1人2人キララ欲しいかなみたいなことが言ってて、あじゃあゆめちゃんどうですかって言って、でも私ね一回ゆめちゃんにね、ねえこういう舞台があるんだけどどうかなって言って、ゆめちゃんがすぐ本当に2つ返事ではいやってみたいですって言ってて、あこんなにも意思があるんだって思ってそうだからなんか推薦したら
もうなんかトントン拍子で話が進んで、だから話を戻すと、なんかそのこれでまあ最悪稽古やって、ゆめちゃんがやっぱ私お芝居ダメかもしれないって思ったら、もうそれもそれだと思うんですよ。もうそれはそれで仕方ないし、でもやっぱ一回やってみることに意味があると思うから、もしゆめちゃんがね今回無理だったら、まあまあそれはそれでいいしと思って、でもまあどうかな、稽古やってみてどうかなとは知りたかったからね、この間ご飯に行ってきましたよ。そしたらなんかそのゆめちゃんって結構顔に出るんですよ、その無理してる時と無理してない時、本性本当のことを言ってそんな時で、なんかこの間おしゃれなイタリアン食べてる時にゆめちゃんが、え、もう本当に楽しいですって言ってたから、あ、よかったって思って、本当に安心しました。元気そうで、なんか本当楽しいですみたいな感じだったから、あ、楽しくできてるならよかったなって思いましてね。だから私も見に行きたいなとは思ってるんですけれど、楽しみに、ゆめちゃんのお芝居を楽しみにしております。今さ、もうマジでさ、本当に話変わるんだけどさごめんね、金曜ロードショー見て、あの隣のトゾロやってて、隣のトゾロのさメイがさ、私のめいっ子にそっくりで、なんかこうすごい、なんだろう、めいっ子もこれからこうやって大きくなって一人の女性になっていくのかな、いつかって思ったら、すごいなんか寂しい気持ちになっちゃう。誰、マジおせっかいババアすぎてやばいだから今違うチャンネルに変えた。こうやってめいっ子もなんか大きくなっていくのかなとか思った。で今酒のつまみになる話を見てる見てるというか、まあ、見て、まあ、そう聞いてるだけ。なんかめいっ子もこうやって大人になっていく、さつきみたいにめいからさつきになって大人になっていくのかなって思ったら、なんか私思う部分があるよ。甥っ子もさ今3ヶ月4ヶ月とかで、で大体ね首座るのって4、5ヶ月らしいんだけど、私の甥っ子早熟なのか2ヶ月半で首座りました何なのほんとちょっと目を離したらでかくなる、わかる。こんなにもなんか子供って愛おしいんだなって、産んでもないのに思ってます早いでしょ。こんなに、しかもなんかトトロって甥っ子に似てる最低子供早いよね。トトロ、私トトロって私の甥っ子に似てんだけど、息子も気がついたら中学生。早いわ、人の子は早い。私は結構トトロ好きですよ。隣のトトロ、千と千尋と隣のトトロが好きですね。てかまあそれしか知らない、あんまり分かんなくて、なんかいいですね、子供産んでもないのに。あー、ホタルの赤も結構泣けますよね。あおちゃん20歳ってやば。そう、私30代目前になってることに最近気づくの私もう30歳近いんですよね、気がついてみたら。でもなんだろう、
そう、この間ってか昨日か昨日メイと庄司メイとね、ややこしくてごめんなさい、隣のトトロのメイじゃなくて庄司のメイさんとね昨日ご飯を行ったんですけど、なんかこうメイと話しててなるほどなって思ったのが、やっぱまあ大体の子たちは高校行って、まあ、大学行って、大学じゃなくてもまあ専門学校行ったり就職したりと、なんかその段階を踏んで大人になっていくわけじゃないですか。環境が段階ごとに段階踏みながら年齢重ねて大人になっていくわけだけど、私たちってなんかもう高校生、メインに至って中学生から仕事をしてるから、みんなよりも踏んでる段階が少ないからなんかその今でも高校生の気分だよねっていう話をしてて、自分が大人になってるっていう実感があんまりなくて、皆さん他の人だったら大学入学したら、あ、ちょっと大人になったな、大学卒業したら大人になったな、就職で大人になったなとか、そういう大人になる実感があると思うけど、私たちって大人になることを実感できるタイミングが少ないんですよね。自分は27歳ぐらいから楽しくなった。27だ、私早いです。でもなんか本当に最近すごく、まあゆめちゃんもそうだしメイもそうだし、結構珍しく私にしては人とご飯に行ってた1ヶ月だったんですけど、なんかこうまあめちゃめちゃリアルなこと言うと、役者の子たちが、役者の子ってね、やっぱ特に女の子ってまず30でいろいろ考えるんだってでやっぱ私の友達の役者の子とかもなんか舞台の数を減らして裏方に回るとかそういうのをし始めてるから、私の周りが結構悩んでる子が多くて今後のことについてね。だからなんか、あ、そうだよね、私たちそういう年齢だよね、そうだよねっていうのをすごい感じてます。ななこちゃん NGT の時からファンです、公演も東京から見に行ってます、ありがとうございます、ありがとうございます。うちのサララも混ぜてあげてよ。サラさ、いつ最後に会ったっけな、1年前とかに最後に会ったっきりお会いしてませんね。お誕生日おめでとうサラ。キャリア悩む、そうだよね。そう、お披露目から9周年早すぎ。なんかでもなんかその最近ねちょっとホッとしたのが、まあ9年経って、まあ9年経ったからまあそりゃ年も重ねるわけですけど、いや年重ねてんのって私だけじゃないな、みんなも重ねてるねってなってちょっと嬉しかった、あのファンの方がねそうでね、ファンの方も、あの私がデビューして9年経ってるってことはファンの方も経ってるよね、そうだよね、よかったみたいな、みんな一緒だよねみたいなそうなの。それこそなんかまあすごいなって思うのが、私のことを大学生から応援してくれているファンの方とかが今もう30近いわけですよ。てかもう3、そう、アラサーとかも30超えてると思うと、変わったよね僕たちみたいなことを言われて確かになーって、20代って早いですね。還暦すぎました、おめでとうございます。私のお父さんはもう還暦すぎてるんですけど、もう最近孫に甘くて、しかも姪っ子も、姪っ子言葉喋れるから、で私のお父さんね、姪っ子からするとじいじですよ、じいじは何でも買ってくれるっていうのに気づいちゃって、だからあの私のお父さんが姪っ子に会うと、じいじ何々を欲しいみたいなことをもう一丁前に言うんですよ。
で、なんかしまいには、あの私のお母さん、まあ、姪子からするとおばあちゃんですよ、に、私のお母さんに、なんかジージーが買ってくれるって言ってたジージーが言ってた、買ってくれるって言ってたってなんかお母さんまで巻き込んでるんですよジージーが言ってたからって言って、でなんかその隣のトトロの生き物図鑑っていう流れらしくて、この間は生き物図鑑を買ってほしいって姪っ子がお願いしてて、でこの間またね生き物図鑑買ってくれるよねみたいなことを言ってて、私のお父さんに。結構ね根に持つタイプで姪っ子がでこの間はピカチュウのぬいぐるみ買ってよねみたいなことを言ってて、で周りにジージが買ってくれる言ってたって周りを固めていくタイプなんですよ。でね、私のお母さんがね、いやもうあの生き物図鑑はまあ買ってあげてもいいけど、ぬいぐるみはピカチュウのぬいぐるみは買わなくていいんじゃないって、私のお母さんがお父さんに言ったわけですよ。なのにお父さんもすでに買っててで私のお父さんは今月末とかもうちょっとしたらあの姪っ子に会うので、大荷物で姪っ子に会うらしいです。ジージが言うてた、ジージが買ってくれるって言うてたって言うんですよ私のお父さんは激ヤマです。お父さん携帯買ってくれない、私にお父さん私新しい携帯にしたい、でも治っちゃったからこの話は前したけど、マジ私のお父さん何でも買っちゃうんですよね。しかもそのこれね、お姉ちゃんがもう悪くて、なんか私のお姉ちゃん、まあ姪っ子のお母さんですよ、お姉ちゃんもそのなんか何々が欲しいって姪っ子が言ってきたら、じいじにお願いしなよって言うわけですよだからもう姪っ子余計、いやもうじいじは買ってくれるって味しめてるんですよね。お姉ちゃんと姪っ子がタッグを組んで私のお父さんにたかるっていう。だから私も姪っ子にさ、あの奈々ちゃんが携帯欲しいって言ってたっていうのをじいじに伝えといてって姪っ子に言おうかなって思ってて、遠回し姪っ子がさ私のお父さんに、奈々ちゃんが携帯買ってほしいって言ってたよって、もしお父さんに言ってくれないかなって、そう、まあ、私が直で言うんじゃなくて姪っ子を使ってちょっとお願いしようか。でも本当にさ、こう姪っ子が今喋れる、言葉喋れるようになったからだいぶね楽しいですよ。テレビ電話とかしょっちゅう来るんですけど、最近は日本って言葉を覚えたのでね、ちょっと日本ね、ジャパン覚えたから、電話で奈々ちゃんは日本に住んでるのって聞かれます奈々ちゃんは日本に住んでるって、うん、住んでるよって言って、奈々ちゃんのファンが iPhone15 欲しいって言ってたよね無理言葉語はちゃうよ。そうだよね、そうなの、孫は可愛いんですよ。私のおばあちゃんもね、いろんなものを買ってくれますよ。まあもうたま最近会えてないけど、そういえばね、そう日本で思い出したんだけど、この間ね、友達と会って、中学のお友達で、私のまあ仲いい中学のね、カレンちゃんってこう名前言っちゃう、カレンちゃんってお友達なんですけど、そのカレンちゃんは高校は中3の9月からアメリカに留学してたんですよ。そうアメリカの学校って9月から10月からとかみたいで、そう中学の途中でアメリカに行って、こう大学卒業までアメリカにいて、就職で日本戻ってきた子がいるんですね。でその子私と仲良くて、でその子のアメリカ人のお友達が日本に来るから3人でなんかご飯行かないってなったんですよ。私、カレンちゃんっていう中学のアメリカ行った友達、カレンちゃんの
お友達のアメリカ人のお友達の、これはね男の子なんですけど、3人でご飯行ったんですよ。で私は当然のことながら英語なんて分かりませんので、その何言ってるか正直分かんなかったから、そのカレンちゃんが通訳をしてくれて会話をしていたんですけれども、その男の子は、まあ、なんで日本に来たかっていうと、まあ、日本にこの人は留学しに来たわけですよ。で一番、まあ、これからね日本語をもっともっと上手になりたいみたいな感じだったんだけど、なんかどういう日本語をまず最初に覚えたのって聞いたの。そしたらね、まあおはようございますこんにちはとか、私の名前は何々ですとか、そういうその基本的なこと以外で一番最初に覚えたのは持ちますかって言葉を覚えたらしくて、えどういうことなんでって言ったら、女性が困ってる時に荷物を持てるように覚えたって言って、ちょっとみんなも見習って、私言われたことないよ持ちますかなんて。本当に毎日自分で大荷物持ってるよ。みんな本当にレディーファーストって思っちゃって、さすがアメリカ仕込みだわって思って、だから本場みんなも持ちますかって言ってほうほうって持ちますかって、私が荷物多そうだったら持ちますかって言って、持ちます、そんななんか素敵だなって思ったの。でもね持ちますかで言ったらね、なんか私ってポンコツなんですよ。で私のお母さんもポンコツなんですよ。でね新潟、私がまだ NGT だった時、東京に、まあ、ちょっと仕事でいて家泊まってて、お母さんね、で駅まで行くって時に私がキャリー持ってて重そうだったから、お母さんが駅まではお母さんが持ってくよって言って、お母さんが駅まで来てくれたんですよ、歩いて一緒にね。そしたらさ、私もお母さんもさポンコツだからさ、私はさお母さんにキャリーを持たせてることも忘れてたし、お母さんも私のキャリーを持ってたこと忘れてて、あじゃあバイバイななこちゃんまたねって言って U ターンしちゃって、私も何も疑うこともなく普通にあの新幹線乗っちゃって、そうだから本当ポンコツだとこういうことがあるんです。でお母さんは家着いてから、待ってななこのキャリー持ち帰ってきちゃった、何やってんの私ってなって、なで私もなんか軽いな、私なんか身軽だなとかうっすら思ってたけどまさかの私は新幹線に気づくっていう、お母さんにキャリーを預けていたことを。だからお母さんはただ私のキャリーを駅から家まで往復させただけっていう、ね、ポンコツなんです。まあ幸いそんなキャリーに大事なもの入ってなくて、替えが利くようなものしか入ってなかったからよかったんですけど、そういうことありますよね。でもさ、なんか今思えばだけど、当時めちゃくちゃ新潟と東京行き来してたなって思って、本当によくさあんな生活しててさ、なんか元気でいられたなって思ってだから本当にこれが若さなのかなって思うの。当時やっぱ握手会で AKB のね握手会とかも参加してたから、もう月に2回ぐらいは東京に行ってたし、あと何その CD のねレコーディングをするとかなったら、レコーディングは東京でしかしなかったから、もうめちゃめちゃ東京新潟行き来してて、しかも舞台もやってたから、私は後半の3年ぐらいやっぱ舞台稽古出て夜最終の新幹線で戻って公演やってとか やってるの見たら若いなすごいし、それについてきてくださるファンの方もすごい。そう、2拠点生活でも本当にね、なんかまあ
え、何、今月 Y 明日新潟往復4回目ね。若いって。でも私はなんか本当に運が良かったなって思ったのが、やっぱなかなかね、新潟に住んでて舞台やるって結構大変なんですよ。やっぱ宿泊費とかかかるし、宿泊費って大体まあ先方が負担してくれると思うんだけど、先方っていうのは舞台制作チーム。ただやっぱ私の場合は東京にね家があったから、多分私にすごい、まあ、良くも悪くも便利だったんでしょうね。でもそう、その便利さがきっと今につながってると思うんですよ。イルミナスに入る経緯にもなったと、今につながってるから、私って本当運が良かったなって思う。多分私東京に家なかったら舞台あんまりできてなかった、やれてなかったと思うし、頻繁にね1回2回とかできるかもしれないけど、やっぱ頻繁にできてなかったと思うし、私宿泊費かかんなかったからラッキーでしたね。ぎっくり首大丈夫？だいぶなんか今日から良くなりました。ゲーム部に呼ばれなかったかもしれない。え、あれさ、なんかなんかいや私もね、なんで私がゲーム部なんだろうってちょっとうっすら思ってたの。でもまあゲームできない要員が一人欲しいみたいなことを言ってたから、多分それで呼ばれたのかなって思ったんだけど、なんか今思えば確かに宿泊費の関係もあるのかなって思う。ラッキーとてもラッキー。西村コンビニエンス75、本当だよ、経費かからないよな。本当にいろんなところから比べると新潟って宿泊費安いと思う。え、わかる。なんかさ、本当に東京ってホテル高い、まあどこも高いけど、やっぱ新潟ってちょっと東京よりはだいぶ安いなって思うね、本当に。でも私その安いホテルを探すのが好きでいろんなさサイトとかで見比べたら結構値段違うじゃないですか。私だ、それをなんかとことん最安値を探すのが好きなんですよね。だから仕事でなんか最近自分で宿泊を決められる、ホテル決められる時は私が探していいですかって言っちゃう。私そう、安いところをめっちゃ探すけど、でも汚いところは絶対に嫌なんですよ。私ダメで、なんかちょっと汚いかもみたいなところが、そういうのうるさいっていうか、まあそう嫌だから、綺麗なビジネスホテルとかでめちゃめちゃ安いところを探すのが最高に楽しくて、朝食つけちゃう。朝食つけない、朝食べれないので無駄にしちゃうので、禁煙で、まあ、朝食いらないかな。でまあそれかな、一番こだわって。でも本当安いところで私は探すね。あと私アパホテルに関してはゴールド会員なんで、まあ、比較的ポイントとかも貯まってるから安く泊まれるけど、すごいスタッフさんに「え、なんでこんな安いところ探せるの？」ってめっちゃ言われるの。なんか新潟のね、え、何だったっけ、写真集か、写真集のイベントの時にあのスタッフさんが最初探してくれたホテルがあって、え、私絶対他より安いところ探せますよって言って、そしたら半分ぐらいの値段のところ探すことができてびっくりされた。あと長野で写真集を撮った時、撮影の時も安すぎてスタッフさんに驚かれた。え、なんでこんなとこ見つけ出せるのみたいな。それはそういうなんかそのなんかね、多分これは本当お父さんの遺伝、そういう探してるのが
好きなんですよね。もっといけるでしょみたいな。西バゴ、鳥バゴ、ほんと西バゴだよ。最安値を探せます。私伝授してほしい。いやまあね、もうほんと探すだけなんだけど。そうだから、まあすごい先の話なの、先っていうかまあ何ヶ月か先の話で、実はもう新潟に行く予定が3回決まってるんですよ。実を言うと今年度だけで、この3月までで新潟に行く予定が3回あって、あの私がもうすでにスタッフさんにここのホテル安いですって言って提出しました、泊まるホテルそしたら安くてびっくりしてた。500円くらいの違いでもこだわる？うん、こだわるかもしれない。まあもちろん正直私がねそのホテル代を出すわけじゃないから別に高いとこ泊まってもいいんですけど、私はやっぱその最安値探すのが好きで探してますね。そう、探してるうちに埋まる可能性もあるし、でもなるべく早く。だから長野と、長野はやっぱこの夏はね長野高かった、新潟の方が安かった詳しいやっぱね長野、まあ新潟もそうだけど長野はねこの夏なぜか高かったね。私が普段長野で泊まってる3、4箇所ぐらいあるんだけど、長野のホテルで泊まる、もっとあるか、どれもちょっと高かったんだよね。私はあの5000円以下で泊まりたいのあのまあ5000円1泊5000円できればね4900円台とか泊まりたくて、だからスタッフさんに驚かれる、私がなんか4000円台かもしくはもう5000円台のホテルをでを抑えるから、なんかえなんでこんなに安いとこ探せるのってびっくりされます女性のねスタッフさんに、え私が探した時さこれぐらいの値段だったんだけど、奈々子ちゃんえどうやってどういうつてを使ってんのって言われて長野だったら5000円台かな、新潟だったら4000円台で泊まりたいかな、東京だったら、まあ、東京でホテル泊まるとこ泊まるときはあんまないんだけど、まあ東京だったらでも どんなに高くても6000円かな。でもホテルって高くなりましたよね。私ね実は大昔なんですけど、その家の新潟の家の鍵を東京の家に置きっぱなしにしちゃったことがあって、というのもその時ね仕事で東京にいたんだけど急遽新潟に帰らなきゃいけないってなったので、あじゃあもうそのまま新潟に帰りますねってなったんだけど、私あ待って東京の家の鍵、あ新潟の家の鍵東京の家に置きっぱなしだわと思って、新幹線に乗ってる時に気づいたの、やっちまったな私って思って。だから皆さんあのアナクラウンってホテル知ってます？あの バンダイのすごくあのに劇場から近いいいホテルなんか次の日劇場だったからもうなんか近いところがいいと思って劇場からアナクラウンホテルをもうなんか贅沢しようって私思っちゃって、その日もう私は普段仕事頑張ってるからなんかもう贅沢しちゃおう一日ぐらいと思って、なんかいいもうそのなんかテンションが上がっちゃって、そうアナクラウンにもう泊まっちゃおうって思ってアナクラウン予約したんですよ。で覚えてんのがその時にアナクラウンね1泊7000円だったので、今思えばアナクラウンで多分1泊7000円で泊まれないと思うのよ。だから当時の値段だったと思うの、確かね泊まったのが平日っていうのもあったかもしれないけど、多分今アナクラウンは
一泊7,000円じゃ絶対泊まれないと思うから、全体的にホテルって高くなってますよね。今13,892円、細かい、そんな小銭ない。ホテル代が高くなったのはインバウンドだけじゃなく電気代高騰、あーそうだね。私はもうなんか、そう、わかるよ、コロナの時めっちゃホテル安かったよね。わかるわかるわかる。え、私だってそのコロナの時3000円でホテル泊まったことあったもん。コロナ、私はコロナになってる時じゃないですよ、その東京の仕事があって、やっぱり自分がもしね、その時誰がウイルス持ってる状態かわからなかったから、家族と会わずにちょっと東京に私が行ってもそれぞれの生活をしましょうってなって、その時3000円台とかだったもん、そこそこのちゃんとしたあのビジネスホテルが。だからやっぱ今超高いよね。泊まるところより食べるものにお金かけたい。マジ私泊まるところ大事なんだよね。お風呂汚いのが結構ダメで、私そうなんだよね、なんか変なところで綺麗好きなんだよね。今さ本当に何もかもが高くて、この間もさ病院に病院はよく行ってるんですけれども、病院に行かなきゃいけなくて、でもお腹空いたから病院前にあのなんかおにぎりとか買おうかなとか思って、あおにぎりコンビニで買おうと思ったら、おにぎりが高くて200円台とか おにぎりするの、高いとか思って、でもお腹空きすぎてさ、あのベローチェでさサンドイッチ食べてなんか500円とかしても私何やってんだろうって思ってた。全然コンビニのおにぎり買ってるか安いじゃんとか思って。もうバカですよ、単純にバカ。おにぎり高くてやめたのにベローチェでサンドイッチ食ってこうやってんの。でもいいや美味しいからなって言って、最高、あったかいご飯最高って言って。ホテル代が高すぎて遠征の度に頭抱えてます。わかる、私もなんかそのね、旅行とか行きたいなって思うんだけど、え待ってこれ宿泊費交通費遊ぶお金いくらかかるのとか考えたらやめちゃうんだよね。コンビニ飯は気がついたらほんと高くなった、わかる。だから私もほんと極力家でしかご飯食べないようにしてます。なるべくね、そのお金かからないところはかけないようにしようって。だからラーメン高いよね、1000円超える、わかる。最近遠征はほぼカプセルホテル。私この間カプセルホテルじゃないけど、まあナインアワーズっていうなんか仮眠ができる、泊まることもできるのかな、カプセルのところに私一回だけ仮眠しに行きました。なんか次の仕事と仕事まで3時間ぐらい時間があって眠すぎて、初めてカプセルホテル泊まろうってと思って。そうでもめっちゃ綺麗で、女性専用だったし、そこはすごい綺麗でした。東京はビジネスホテルでも1万超えるから、東京に泊まらないといけない時はカップルホテルに泊まる。え、そんな方が安いんですか。カップルホテルっていわゆるラブホテルのこと、安いんだ。え、それはどういう、そうなん、安いんだ。でも確かになんか安さだったらもう本当に経費というかお金は削れるところは削っていきたいって私も本当に思ってる。でもなんかさ本当にあえてぼかしてカップルホテルって書いたね、ごめんすいません。え、ラブホって安いんだ、なんか汚そう、最低、変なとこで潔癖症。私さあのお母さんが変わってるって話は生誕で分かったか、なんかご飯とかも家で食べた方がお母さんが安いじゃんっていうので、そりゃ私はそうだよ、私はお母さんに作ってもらってるから無料なわけじゃん、だからただ飯食べれるわけだから家でね。
食べる分にはそうだけど、お母さんがなんかその作った方が安いって言うんですよ。でもお母さん絶対買ってる食材を買ってるお金があるから、そんな値段安いなってことあるって聞いたら、なんかお母さんは作ってる方が安いっていう、もう主婦ですよね、やっぱり買い物上手ですよね。あとその揚げ物とか、その食べたい時ってあるじゃないですか、とんかつ食べたいとか何々食べたいって時、そういう時に普通だったら食べ行こうって考えになるじゃないですか。私のお母さんは食べ行こうって思わないらしくて、うん、作ろうってなるんだって。食べ行くのがめんどくさいんだってでも普通私たちって、私たちってなんかファンの方一緒にするの申し訳ないけど、普通は作る方がめんどくさいじゃないですか、食べ行く方が楽じゃないですか。でもお母さんは食べ行く方がめんどくさいんだって、作ってる方が楽なんだって。だ家で完結するじゃんっていうの、いやいや食べ行く方が楽だろうって私は思うんですけど、お母さんはね、あの食べ行く方、外に出る方がめんどくさいんだって。だからうわ外食したいって思わないんだって。あこれなんか自分で作ったら大体いくらぐらいだなとか考えちゃうらしくて、自分で作ったら何分ぐらいでできるなとか、主婦ですよね。お米今なくない？その西村家はそのまあ、おばあちゃんが畑をやってるわけじゃないけど、まあ畑を貸してるんですよ。田んぼ、うちの何なのかな、まあ、田んぼを貸してあのお米を作ってくれる方がいて、そう、うちは場所を貸してるんですよ。で代わりにお米を作ってくれてる人たちがいるんですよ、長野にね。だから西村家はすいません、あの一度もお米買ったことないんですよ実は西村家、まあ私のお父さんとお母さんも結婚して30何年か分かりませんけれども、私が生まれて27年、姉が生まれて30年、一度もお米を買ったことがないから、私スーパーでお米どこに売ってるか分かりません。え、スーパーってお米売ってるよね、どこ、レジ横、そんなわけないか。だからえ、お米ってどこに、だって冷たいコーナーじゃないもんね、お米ってどこに売ってるんだろう。そう、米代かからないんですよ。だから分けてください、分けてくださいは無理お米コーナーレジの近く、ブルジョアじゃないです。お米は長野でも多分新潟の人とかもそうじゃないかな、多分知り合いがお米作ってるからとか、それこそ美晴が知り合いがリンゴ作ってるからリンゴ買ったことないっていうのと一緒だと思う。西村家はお米を作ってる人がいるから届くってだけで。トトロエンディング、本当だ、お疲れそう、だからそのなんかおばあちゃんが、てかお母さんが小さい時になんか米不足、いつか分かんない、お母さんが小さい時かな、おばあちゃんかな、なんか米不足になったらしくて、タイ米とかジャスミン米っていう海外の米をなんかみんなその食べ、なんかそのなんかみんな食べるようにしてたみたいなことを言ってたんだけど、タイ米なのかな。うちはありがたいことにそのお米に困ってなかったから、でもおばあちゃんがどうしても私タイ米を食べてみたいって言ったらしくて、あのおばあちゃんはその興味本位でタイ米を買ってたらしい。でそう、やっぱタイ米じゃなくて普通のお米の方が美味しいねって言って、おばあちゃんはなんかどうしても、うちは1993年、最近じゃん、どうしてもちょっと一度ぐらいタイ米食べてみたいわって言って、タイ米美味しくないんだ。そうなんだ、私生まれてないわ1993年。え、お姉ちゃんも生まれてないわ。
え、みんなすごい、みんな何、紀元前から生きてるの？タイ米食べたっていう人がいっぱいいるんだけど、何、紀元前じゃんみんな、やっぱ失礼。みんなみんなみんなめっちゃみんな紀元前から生きてた。お菓子屋の友達に譲ってもらった。あ、そうなんだ、米不足ね。え、誰が紀元前生まれやったんや。でもそう、うちはそう、お米には困らなかった。でもそのたまにあのおばあちゃんがね、お母さんが焦ってたのは、たまにそのお米が間違えて全部もち米だった時があったんですよ。でやっぱもち米はなんかね売ってたらしくて、だから売らなきゃいけないお米がうちに送られてきたことがあったから、もち米が来た時はお母さんはヒヤヒヤしたけど、まあ、もち米じゃなかったらうちは全然ありがたくいただいたお米を食べてましたよ。そうだからね、そう、私お米、え、お米って何キロで売ってるの？結構うちにあるお米って大きいんだけど、お米ってどれぐらいで売ってるんだろう。え、あ、でもあれか、何キロ自分で測れるのかな。2キロ5、あ、そうなんだ。だからさ、ほんとさ、まあ、今はさ、うちお米買ってないけどさ、いつかさ、そういう一生その文化続いてほしいな。私が今後家庭を持った時もその文化続いてほしい。奈々子さんとこ多分30キロ、そうか、もすっごい大きい、もうなんかほんとトドみたいな大きさです。2キロで買ってます。そうなんだ。大阪のアンテナショップで新潟のお米 450g から買える。そうなんだ。 NGT は小さいのから売った。そうだね、すごい少なかった気がする。農家に嫁嫁がないと本当。あ、そう、茶色い米袋、うちそれにトドみたいな大きさの米袋に、あ、おばあちゃんがだから長野から送られてきます。あれ30キロなのかな。でもほんとなんか茶色いです。30キロなんだ。60キロもあるんだ。お米確かに買ってる人って大変だね。30キロぎっくり腰、気をつけて、確かに気をつけないと。最近新潟でも10キロ入りは売ってない。そうなんだ。なんか私の家は割とお米も食べるけど、お母さんが割とパンが好きで、パンが多いかな。もうそうめんとかも食べるか、なんか結構お父さん、うちのお父さんが結構いろんなとこ出張行くんですよ、本当に。だから出張でなんかその地元のなんか麺とかいただくことが多いから、それ食べたりするから、あんま言うてね。こんなに米言うてる割にあんま米食べてないかも、うち余ってるかも。そうで、お父さんめっちゃ出張行くんですよ。来週は北海道、再来週かなんか、しょっちゅう旅行行かなきゃいけなくて、なんでさ、何してんの旅行先でって言ったら、会釈してるって言ってた。無理。なんか挨拶を、頭下げて挨拶するんだよって言って、無理無理すぎる。もっとあるでしょと思って、会釈する、なんか会議して会釈してって言って、無理。そんなに、いや本当はそんなわけないですよ、ちゃんと仕事してるんだろうけど、ここにどうもってやってるんだよって言ってて、でもうちのお父さん家が好きだからすぐ帰ってきます。お母さんに泊まってくればいいのにって言われてる。でもすぐ秒で帰ってきます。この間やっぱその昔はコロナでさ、ちょっと
出張とかなくなってたけど最近また復活して、だから今は、まあ、北海道、大阪、石川とかも、石川よく行ってるかも。還暦すぎてで出張ってかなりのお偉いさん、そんなことないです、そんなことないです。多分出張が好きなんだと思う。オンライン時代にちゃんと顔合わせて挨拶するの強いよ。まあ確かにね、家が好きなのか奥さんが好きなのか。あのね、私のお父さんはね、お金かかることしたくないのだから、でもすぐ帰ってくるの。あとまあお母さんのご飯はすごい好きだと思うし、あとテレビが好き、家のテレビが大好きで、この間ね家のテレビが壊れたんですよ。そしたらお父さん3時に帰ってきた。無理、テレビが心配で、お父さん本当はもっと5時とかまで仕事しなきゃいけないの心配で3時に帰ってきた。お母さんに早くないって言われて、帰ってくるの今日早いじゃん何って言って、そしたらいやテレビが壊れてるからさ早く帰ってこようと思ってって言って、無理。そういうテレビが心配で早く帰ってきてました。昭和のお父さんみたい。そうかもしれない。今日は休みだった。なんか今夏休み中なのかな。でもそう、まあよくわかんないけど今日は休んでました。テレビ早退。そうでもね、お父さんがね今日休みだったのは多分多分甲子園見たかったんじゃないかなって思ったそんなうまいこと休みが合うことなんかあるかなって思って、だから多分甲子園見たくて今日休みにした気がするずっと見てたもん甲子園。めちゃくちゃお父さん見てました。京都国際と那須拓陽じゃなくて京都国際と関東第一ですお父さんは京都国際を応援してました。いやだから多分どっちを応援してるとかないけど、どっちも応援したいんだろうけど、関東第一層。でも私のお父さんは多分もう任期が多分終わって退職が近いと思うので、もうほんとねよく働いてくれましたと言いたいです。なんかこう私のお父さん、なんでお父さんの話してるんだって感じなんですけど、大学卒業して22から今まあ60超えてるんですけれども、一回も転勤はあったよ。長野から東京とかはあったんですけど、企業変わってないんです。一回もお仕事辞めてないんですよ。でそれって私の中ではやっぱお父さんしか知らないから、仕事職場って変わらないのが当たり前って思ってたんだけど、まあ自分がいざ大人になったりとかいろんな大人の方がいる環境で、あ、仕事って変わらない方が珍しいなって思ったの。でそれがどっちがすごいとかじゃなくて、どっちもすごいことなんだけど、仕事を一回も変わらずにここまで来たって実はめちゃめちゃすごいことなんじゃないかと思って、それどっちがいいとか本当悪いとかじゃないですよ、どっちもすごいんですけど、働いてるだけでもマジすごいですよ世の中の人間。ただなんかこう一度も転勤はあったけど企業が変わってないってなんかすごいなって思いますね。でもね、辞めたいって思ったことはあったんだって。でね、私は知らなかったんだけども、仕事を辞めてなんか別の職場に就こうと思うっ
ってお父さんがね、お母さんにね言ったことがあったんだって。そしたらなんかそのお父さんはお母さんに止められると思ったんだって。いやいや今のところに働いてた方がいいよって、止められるだろうなって覚悟をしてそのお母さんに言ったんだけど、お母さんがあそうなんだいいんじゃない、じゃあ私が代わりに働こうかって言ったんだって。それがなんか拍子抜けだったらしくて、なんかその意地でやっぱり続けようって思ったらしくてどっかお父さんが言ってました。お母さんになんかダメだよやめちゃんって言われるかなと思ったら、分かった私が働くよって言って、なんかそしたら悩んでるのがなんかバカバカしくなったらしくて、そんな楽観的なお母さんすぎて、それってすごい、そう素敵というか、まあね、でもそれで今もね勤めてますから。母に性格読まれてた可能性、まあそれもあるかもね、確かに。だから今は正直なんかまあ私の親は長野の人間なので、長野にも家があるんですね、マイホーム建てた家が。だから、まあ、長野にあお父さんがね、まあ、私いつ退職するか知らないんですけど、退職したら長野に両親は戻るわけですよ。そうなると私はもう今のこの家は住んでられないので、まあ、私は必然的に家を、まあ、一人暮らしをするんですけど、まあ、なんか本当はね NGT に卒業した時にもうすぐ一人暮らし始めようかなって思ったんですよ。まあでもなんかとりあえずは親と暮らして半年ぐらいで一人暮らし始めようかなって思ってたの。そうリアルなこと言うと、そこのなんかやっぱり今まで一人でね新潟で暮らしてたから、やっぱ家族と住むことに最初窮屈さを感じてしまっていて、なんかなんだろうね、皆さんも一人暮らしされてる方なら分かると思うんですよ。実家に行ったらすごく楽だし、ご飯も出てくるし楽だけど、なんかちょっと窮屈を感じるみたいなとこありません？なんか落ち着かないみたいな、家族のこと大好きだけどちょっと気を使う部分があるとか、なんか分かりますこれ、家族のこと大好きなんだけどそのちょっと距離感が必要な時ってあるじゃないですか。喧嘩してるとかじゃ全くなくて、やっぱりちょっと距離離れてるぐらいが良好な関係で気づけたりするじゃないですか。そうそう、で私はそれのスランプに結構陥っちゃって、だから今まですごい頻繁にショールームとかやってたのも、やっぱ家族と一緒に住むことによってそれがちょっとしづらくなっちゃったりとか、なんか落語の稽古やってる時にやっぱなんかそれが家だと落語の稽古でズームで家でやるからそれがしにくかったりとか、なんかすごいこうちょっと自分の中でストレスっていうのがすごい失礼なんだけど、ちょっとなんか心のバランスがうまくいかなかった時があったの。なんかショールなんだろうね、なんかね難しいのがね、ショールームしなきゃしなきゃしなきゃっていう、でも家族のこと考えたら頻度増やせないっていう、もうそれでねすっごく私もうめっちゃ悩み込んじゃったの、病むぐらいにどうしたらいいんだろうみたいな。私がめちゃめちゃ広い家とかだったらいいけど、別に家広いわけじゃないし部屋数が多いわけじゃないから、なんか私がショールーム配信をすることによって家族の生活リズムをちょっと崩しちゃってる気がしたりとか、そういうストレスがあったりとか、私が配信をしてたらなんか例えばちょっとテレビ見るのを気を使うとか、家族がね、なんかそれってすごくなんかどうしたらいいんだろうってなっちゃって、それで一人暮らしをしようかなってもう思ってたの。そう、配信ができないから一人暮らしをしようかなって思ってたぐらいだったの。だけどまあその時になんかまあスタッフの方に言われたのが、いやその家族との時間って一生続くものじゃないですよって言われて、もう
お父さんが退職することが決まってて、それが任期が決まってて、じゃああと2年3年しか一緒に住めないのであれば絶対に一人暮らしすべきじゃないですって僕は思いますって言われて、なんかまあ確かにそうだなって思ったの。多分お父さんとお母さんが長野帰ったら一緒に住むことないし、だから確かにな、多分私が家族とっていうかお父さんとお母さんと住む期間って今しかないわけですよ。多分じゃあ5年後一緒に住む、今後の将来多分一緒に住むこと多分ないんですよ。だからもうそんな、じゃああと10年後もしかしたら私結婚して子供もいるかもしれないしとか、まあ多分ないかまあでもだからそう、私はまあ一旦ちょっと配信の軸を重きそこに重きを置くのやめたんですよね。別に今まではめちゃめちゃ重きを置いたわけじゃないけど、なんか今まではなんかグループの時はなんか2日に1回3日に1回は絶対にしようっていう自分の中での決めたことがあって、だからしてたけど、まあ、今はなんか本当にやれるタイミングがあればにして、もし配信ができなかったらじゃあじゃあちょっと SNS、ツイッターとかインスタを更新するとかいうスタンスに、でもそのねなんかスランプからくぐり抜けたのは最近です。もう結構ザックどうしたらいいんだろうって思ってたんだよね。そうなの。ただ、まあ、周りと比べるわけじゃないんですけど、例えばもうショールーム配信毎日してる子っているじゃないですか。例えば、まあ、大滝とかもうそれが仕事なわけじゃないですか。ショールームっていう立派なショールーム配信をするっていう立派なそれがお仕事だから。でも私ってメインの仕事それじゃないから、なんでそこまでなんかショールームにとらわれてるんですかって言われたことがあって、なんかそれ、うん、確かになって思ってまあ好きだからやってるんだけど、そうそう、なんか一時期頭おかしくなってて、どこにだってある家族の班懐かしいな一時期頭おかしくなっててレンタルルームを借りて配信しようかとか考えたの。週 1,2 でレンタルルームを借りて配信すれば解決するかとか思ったんだけど、え、そこまでなんだろう、お金を使ってすべきことなのかな、ショールームのコンセプトってそれだっけって自分の中で答えを、まあ、配信は私は好きだからやってたから、そうそう、なんかそこまで、まあ好きだからやるけど、なんかそこまでこだわる必要ないってプラスに考えてます。プラスなのかな、そう、そう、本当カラオケとかね、そういう、そう、探せばいろんな選択肢はあるわけよ。だからもうやめよう。いやでも、いや、それでなんか結構考えすぎちゃって、もう一人で暮らしたい、でも待ってちょっと家賃高いなとか、もういろ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 考えすぎちゃって、頭おかしくなってましたそれだと毎回タワー投げなければならない、やめて。アイドルであることの実感しておきたいために配信する子もいるんだよね。あ、うーん、なるほどね。でも私も、でもなんだ、私は NCT の時にすごい配信してたけど、はい、すごいでもないか、でもまあ割と定期的にやっていたメンバー、極端にやらなかったメンバーではないと思うんだけど、なんか自分の中でルーティン化させてたな、ショールームは。でも確かになんかこうやってね、こんなさ、私がさ、ラジオ配信をするってなっても、ゲリラ配信でもみんながさ見に来てくれるわけですよ。だから本当確かに私アイドルだなって思う。でも私はなんかアイドル捨てたくなくて、は？まあアイドルじゃないんだけど、なんかアイドルでありたいって思っちゃうんだよね。もちろんなんか肩書きはタレントだし、まあ駅伝に詳しすぎるアイドルって今でも引っ張っちゃってんですけど、なんか
なんかみんなマジちょっとカッコつけたこと言うと、まあ、なんだろう、確かにアイドル扱いされたら困っちゃうよ。例えばなんだろう、友達とあんまり遊ぶのは良くないと思うとか、恋愛しないでほしいとか、結婚しないでほしいとか、子供を産むなんてもってもほかとか、なんかそういうことまで縛られちゃうと、いやもう卒業したからなってなるんだけど、ただなんだろう、そのハッピーなことをお届けしたいっていう気持ちがあるから、なんかそこはアイドルでいたいなって思うんだよねそうそう、だからみんなにはなんかそうハッピーなことをお届けしたいから、私を見てハッピーになってくれたら嬉しいなって思うし、やっぱエンターテイナーでいたいなって思うから、なんかそうなの、そのアイドル、そういった意味でみんなが私がアイドルであることを忘れてないでいてくれると嬉しいなって思うんだよね。そう、でもかといってじゃあ私がじゃあ何恋愛したりとか結婚報告してした時に絶対に喜んでほしいとも思わない。いや喜んでくれたらそれは一番嬉しいんだけど、なんか喜ばなきゃいけないみたいな風潮スタンスじゃなくてもいいよって思ってる。別になんかそれは捉え方人それぞれだから、喜んでくれたら一番嬉しいけど、なんかちょっと複雑かもっていう思いがあってもそれは間違ってることじゃないから、なんかそれはそれぞれでいいよって思っちゃう。まあそれを、そう感情はね、そう、まあそれを、ね、私に言われるとちょっとおおってなるけど別になんか無理しないでいいよって感じ。七子さんの旦那さんが想像できない。いや私がね一番想像できないよ。七子結婚しやがっていやでも思う人いないな。でもなんかこの間リコピさん、高口リコさんが結婚したじゃないですか。でその後のファンイベントの様子がめっちゃ幸せそうで素敵と思って、予定ある？ない。予定は本当になくて占いで31歳って言われた4年後か。でも4年じゃ人のことなんて分かるのかな、難しいですね。え、将来の旦那は僕でしょ、どうしますない、結婚まだって思ってる。なんかない、まあなんかこんなこと言うのあれだけど20代はもうないかなって思ってるなんかあと1年あと2年あと3年で30代でしょ。なんか30あと3年で自分の生活が大きく変わる姿が想像つかないんだよね。いつでも息子になります。息子なの、年上の息子なの。ファンというより同志みたいな関係だね。リコピヨシ素敵だよね。僕立候補します。ほんまか。まあでもなんだろうね、みんな、まあ私はファンの人にもなんか幸せになってほしいと思う。まあ結婚が幸せとは限らないんですけど、私は占いでは31歳が一番、まあ今一番近い婚期と言われました。いつでもじいじになります。じいじになりますまあに、まあ、でも分かんない、20代はないなっていうのもね、なんかあっという間すぎて1年が。
やっぱそグループ卒業してからなんとなく自分の1年の辞めてからのルーティンがやっぱなんとなくできてきて、舞台お芝居系は月2本3本、3本ぐらいかな、カルコミ合わせて3本ぐらいで、まあ2ヶ月に1回、まあ、月2ヶ月1ヶ月半に1回ぐらい長野のテレビ出て、1ヶ月半に1回ぐらい西村駅での取材に行って、この取材が定期的にあってとか、自分のルーティーンがようやく1ヶ月のルーティーンがつかめてきて、なんか結婚、誰かと一緒にいるっていう未来は想像つかないな。てかさ、そう、舞台とかで出会わないのかなっていうことをたまに言われるんですよ。てか友達から言われるの。ないよ。まあ、なんでないかっていうと、私そもそも男性が出る舞台久しく出てない。まあ、風強1年前、でも風強なんて私も誰とも話してなかったから、私だけ打ち上げも呼ばれてなかったし、あれれまあでも誘いにくいよね、私のこと。女私しかいないから、それは男だけで行くよねほんとそれぐらいお話ししてなくて、あの矢部まさきが私にヤクルト戦くれたぐらいで、本当に私男性が出る舞台だ、いわゆる男女混合の舞台って、だって家族の話だってもう何3年前とかなわけでしょ。だからでもあの時の家族の話なんて私結構3日しか出てなかったから全然出てないのコロナで稽古参加できてなくて、だからってなるともう4年前でしょ。でもその時ももうコロ、いわゆるコロナ禍だったから、そんな飲み会なんて とてもじゃない、そんなないし、だからなんかそう、その舞台あるじゃんとか言われるけど、いやちゃうねん感じだし、程よく人数いないとそうならないのは分かるかも。いや、もう風強くマジ空気だったから、空気というか、あの本当に多分私があまりにも人と話してなかったから、あの同級生の同じ高校のクラスのだった矢部まさきが私のことを若干心配してくれたんだろうけど、でも本当にそれだけ。本当にさ、まさきめっちゃ私に気を使ってたと思う。ああ、ななこちゃんこんなに静かでって思ってたと思う。矢部くん、矢部くんなんか今体調悪いみたいで、でも言うてね、そんな矢部まさきくんともその風邪強わった以来一度もお会いしてないですし、連絡も取ってなくて、だから LINE、 私人と LINE するのがあんま好きじゃなくて好きじゃないというか、その仕事の連絡はするんですけど、そのプライベートにおいて友達もそうなんだけど、あんまりこうダラダラとしたやり取りが好きじゃなくて、無理、もう向いてない、いろいろ LINE 終わらせ屋だから。松任谷正隆さんにいい人紹介してもろて、松任谷さんしゃぶしゃぶ連れてってくれないかな松任谷さんが今年の2月にしゃぶしゃぶ連れてってくれて、ユーミンさんもいらっしゃって、なんかユーミンさんがさ、今年はなんか制作作業とか、これからやっぱ楽曲制作また頑張っていきたいなって言ってるのを聞いて、なんかすごいな、こんなにも結果出してるのにまだ頑張ろうっていう強い意志があるのかと思って、そりゃ私も頑張らないとって思った。
そう、これからはなんかまた制作活動に力を入れていきたいと思ってるんだって言ってて、ユーミンしか勝たんユーミンしか勝たん。渋谷のしゃぶしゃぶ連れてっていただきました。まさか私がユーミンさんとしゃぶしゃぶを食べる日が来るとはみんな思わなかったでしょ。私も思わなかった。まさか。ありがたいです。いろんな人と、いろんな人とそんな知り合いにはなってないんだけど。てかさ、そうファンクラブのブログで書いたんだけど、なんかさ、庄司芽衣さんがさ、そのゆめちゃんがね、稽古中にね、なんか私今度ななこさんとご飯行くんですよってメイに言ったらしくて、そしたらメイが、え、よかった、ななこってメイ以外にご飯行く人いるんだって言ったらしくて、ね、おいよ、いるから失礼だなと思ってななこってご飯行く人、ななこしか、あ、ななこってご飯行く人メイしかいないと思ってたって言っていたらしくて、おいおいおい、いるから、他にいるから、 SNS って言わないだけでいるから、あなただけじゃないからと思って、めいちゃんに心配されてました。でもマジ最近めっちゃ合ってるメイと本当に今一番合ってるかも。舞台終わったらまた会う約束したし。でもまあじゃあここだけの話を言いますと、まあ、キララで庄司芽衣がすごいらしい。そう、すごいっていうのはその私はね、内容を知らない、全く知らないからわからないんだけど、そのキャラがやばい云々じゃなくて、シンプルに芝居レベルが爆上がりしてるらしくて、でうちのスタッフチームがベタ褒めしてました。庄司芽衣さんがそのシンプルに芝居めちゃめちゃ上手くなってて、ビビり散らかしてますってみんな言ってた。兄さんがなんか庄司さんすごいいいんですよみたいなことをなんか言ってるのは噂で聞いてて、で先日私の知り合いのスタッフさん 3,4 人ぐらいが稽古見に行ったらしいんですけど、通し稽古みんな口揃えて、え、庄司さんってあんなにお芝居できる人でしたっけみたいな。だからね、すごいスタッフの方が褒めてたよって言ったの、私がメインね。そしたらメイがなんか本人も上手くなってる自覚があるらしくて、すごい、ね、晴れ晴れとした表情してましたなんか落語やってからコツつかみ始めてってメイが嬉しそうに言ってましたよ。そう、シンプル庄司メイの芝居レベル爆上がりしてるらしいので、すごい楽しみです。めいちゃんすごいわ。自慢のお友達です。昔二人でガストばっかり行ってた、私たち学生だからガストとサイゼばっかり行っていた私たちが大人になって同じ舞台に出てます。待って、私めっちゃラジオ配信してるんだけど怖いわ、喋りまくり、おしゃべりおばさんになってる。そろそろ終わりにしよう。明日ちょっとね、朝が早い系と言いますか、早くはないか、ちょっと早く起きなきゃいけないかなみたいな感じな。首はねあんま良くなってないけど、だいぶあのねちょっとだけ上向けるようになりました。あのちょっと上向けます。可動域が増えました。恥ずかしいのがね、一番痛いって失敗しちゃうのが
最近天気すごい崩れるじゃないですか。だから窓とか見たいじゃないですか。でテレビ見ながらお母さんにちょっと今雨降ってるか確認してくれないって言われて、そういう時に私ね首だけ思わず動かしちゃうんですよ。そこでいてててていていていてって一人で言ってる。だからいつも窓見るときは体ごと動かすっていうのを今徹底づけてます。でもたまに忘れていつも通り首だけふっと向いちゃうんですよ、テレビ見て天気見るときに。で毎回痛い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 って言ってます。でお母さんがそれ見て笑うっていう。朝起きるときも痛い痛い痛いって言って、そう、うがいができないんですよね。あとペットボトルのお茶が飲めないです。ペットボトルって量少なくなってくると必然と上向かないと飲めないじゃないですか。だからいつもそのストローで飲んでます。それ次ぎっくり腰になる。待って、やだ、私ぎっくり腰になりたくない。だから今ね結構その天気確認する時が一番痛いってなりますね。まあ皆さん気をつけてください。そう、寝てる時に痛くならないのよ。でもまあそうだね、寝てる時痛くならない。ほんと気をつけてくださいということで、そろそろ配信終わりにしようかな。ランキング読みたい。どうやってランキング読むんだっけ。ランキング読みたいね。これでした。13位、タムヒロさんありがとうございます。12位、サイさんありがとうございます。11位、グフハルカムラソンミンさんありがとうございます。10位、セレナさんありがとうございます。9位、夢見るマスルさんありがとうございます。8位、アキノウアット MD さんありがとうございます。7位、ナオナオさんありがとうございます。6位、アギヒロアットワンタンさんありがとうございます。5位、トーゴさんありがとうございます。4位、ショウイチさんありがとうございます。3位、コウセイさんありがとうございます。2位、アップルシードさんありがとうございます。1位、セッテンガーさんありがとうございます。すいません、諸事情があって今日はラジオ配信なんですけれども、あのカルコメとかもありますし、来月カルコメあるのでカルコメぜひ皆さん見に来てくれると嬉しいなと思います。台本まだ何にも来てないので何にもどんな物語か言えないんですけれども、きっと楽しい物語になると思うので、なんならビジュアル撮影もまだやってない、どういうことという感じなんですけれども、皆さんカルコメ来てくれると嬉しいなと思います。では配信ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。聞いてくれてありがとう。